こんにちは。ハッサーチャンネルだよ。いつも見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくね。これだけ暑いと草刈りも大変だし、すぐ伸びるし、草むしりは腰が痛くなるし、除草剤は使いたくないし、そこで透明マルチシートを使って除草してみることにした。名付けてソーラー除草。1日でほとんど枯れたよ。空気の出入りを防ぐための重しは自動車の雪道用チェーン。それから網取り用の網の鉛チェーン、重しだけにしてあるね。鉄パイプ、衛生を保つようなことを心がけたよ。一日中晴れで気温も30度以上あったので、こんなに枯れるとはびっくりに。ソーラー除草の期間を1日ずつめくっていって実験することにしたよ。1日間、2日間、3日間、4日間、5日間とポールを立ててあるよ。効率のいい期間は何日かな。今度は反対側を実際にソーラー除草を施工します。自動車用チェーンは真ん中から切って長さを確保したよ。草をなるべく中に入れるようにしてるよ。
効果ない。風で飛ばされない工夫が必要。できるだけ密閉。Thank you.